チカってこういう人多いよね。WYY 楽しそうにやってるのが応援すれで。このスレも大概ピ。日本語でオケ。なんかわかる。いまいち伝わりにくいバカマンコが書いた漫画って感じ。近いたわ地称、ピ、ゴミクズ人間の巣窟と化してるよ。こいつらによって埋め立て嵐が横行し、事務や運営が無能で浪人かわせることしか。オルナ W 意識高い系、オタに多い。リアル屋と女の子にこういう子多くない。1P スレにいるネトウヨがまさにこれ。ゲハとカゲーム攻略スレとかもこんなんばっかだな。通過にちゃんからこういう奴らがいなくなったらかそるぞ W。八押しの握手並んでると隣のレーンの女歌がこっちのレーン見て、あ女の子多いけどどこがいいのかさっぱりやって彼氏に言ってたの聞こえていら。こういうやつは直で言えないからここで書いてるわけで W。 むしろ地下はこういうのばかりの印象、自分は間違ってないという防衛本能が過剰なんだろう。長文は総じて無能。超わかる。自分の嫌いな対象にどうしてああも執着するのかね。楽しくないだろうに。リアルでもキノコの山買ってきたらマジギレするタイプの人間だな。ツイッターでも大体願ってるの女だよ。これで自分の好きなメンバーに誘導できるという思いもあるのだろう。まあ歪んで入る。かまってほしいんじゃないの。13それな実社会でコミュ障で相手にされないのかやたら長文レスしてくる。それもアンチ内容で。自分の考えとイコールでないとすぐに地上がとか言い出すからね。実社会でも言ってるのかな。ただの危険な人だよな、章。15アイドルは人間だからまだわかる部分もあるが、ゲハヤに次元に嫌いで執着するのはすごいね。 W 機械や創造物だぞ。サザエさんアンチすれなるところに、P 見てえな髪型って書き込む人もいるらしいでから怖いでから。自分の意見が常に正しいのですよ。ワールドワイドウェブ。面白い。1P 政府交換みたいだな。25左ネトウヨ明日に帰ってください。地下というかにちゃんがこういう人の集まりじゃんか。4コマで伝えられるだろ才能ないな。こういうやつがジジイになると妊婦を睨むようになる。こういうやつがババになると田島養子になる。こういうのは大体何はおた。アケイビーとそのおたに文句しかないのに地下に常駐してるチベット思い出した。コスレに確かにいるわ。自分の価値観と合わない人を認めないタイプの人のことね。こういう人は社会不適合者になりやすいのよね。一購入してるだけマシ。地下はもっとひどいよ。どの順番で読めばいいのかわかりにくい。書き直せ。周りに誰もいないから近づくしかないんや。自分も含めだが、ここにレスしてるやつも総じて同じ単発ばかり W。 35へ38ん。自動車関係の板はこういうのを超越した P が多い印象。他人は物のわからない P。 ワールドワイドウェブにチャンネルはうごうの